ハーヨ王国、アウプニ、モーイーオーハワイ、アイキングダムオブハワイ愛国の標語、ウアマウケイエオーカーアイナ、アイカポの国家、ゴッド、セーブザキングイオーラケアリ、アイケアクアイイチーベレラフイハワイアイハワイ、アイポのイーハワイ王国は、1795年から1893年まで、ハワイ諸島に存在した王国である。1893年にサンフォードドールなど、 アメリカ移民による革命で、アメリカ合衆国の傀儡国家として、名目上共和制のハワイ共和国となり、1898年には、ハワイ準州として併合されて消滅した。ハワイ王国ははじめ、初代国王カメハメハ一世とその子孫によって、統治された。カメハメハ二世とカメハメハ三世は、カメハメハ一世の息子である。カメハメハ一世は、 白人から入手した武器を利用して領土を広げ、1795年にハワイ王国の建国を宣言した後、1810年に全ハワイ諸島を統一した。これ以前、ハワイはそれぞれの地方ごとに有力者が統治していた。カメハメハ二世の知性の1820年にキリスト教のアメリカンボードから派遣された宣教師が相次いでハワイを訪れた。 これはちょうどその頃生じていた宗教的な混乱と時期が重なりハワイのキリスト教家が進む一方ハワイの古くからの宗教は衰退したカメハメハ三世の治世の1840年に憲法が制定され近代国家としての体裁が整うと各国が相次いでハワイ王国を承認し名実ともに独立国家として認められるようになった憲法の制定は特に イギリスを手本にしたとされる。この後もハワイ王国は、新英外交を行った。カメハメハ家による統治は、1872年、カメハメハゴ世は、王女、パウアヒを呼び出して、王冠を託したが、彼女にはすでに家庭があり、即位を拒否。カメハメハゴ世は大体の後継者を指名する前に、崩御。カメハメハゴ世の死後、ハワイ王国の司法府は、 国王選挙の実施を宣言し、1873年に議会での選挙でルナリロが国王に選ばれた。ルナリロもまたカメハメハ5世と同じように後継者を指名せず、即位から1年1ヶ月後に肺結核で放御したため、ハワイ王国の司法府は再び国王選挙の実施を宣言した。この選挙は激しい中小合戦となり、 ハワイにおいて最も汚らしい選挙と言われた。選挙の結果、1874年にカラカウアが国王に選ばれた。治世5年の時、カラカウアはイオラニ宮殿を建設し、殿もが完成した1882年に宮廷を移動した。大井継承に関する混乱を防ぐため、あらかじめ妹のリリウオカラニを後継者に指名した後、 カラカウアオは1891年に崩御した。同年、アニの遺言に従いリリウオカラには、ハワイ女王として即位し、同時に末芋を取りっケりケの長女、カイウラにノりツ大使が行われた。詳細は、ハワイ併合を参照アメリカ合衆国からの入植者が増え、砂糖キビ栽培や輸出などによって、経済的にも力をつけ始めると、より親米的な政治を求める声が特に、 経済界から強くなった。1887年にクーデターが起こり、カラカウアは修正憲法の成立を承認せざるを得なくなった。この重権憲法によって国王の権限は制限され、数密委員や内閣の政治的影響力を高めた。選挙権についてもアジア系移民から一切の投票権が剥奪されたほか、先住ハワイ人も投票権に収入や などの一方で、ハワイ人エリートや富裕なアメリカ系、ヨーロッパ系移民は選挙権を所持したままであり、政治的発言力が劇的に強まった。結果として、重権憲法により、ハワイ王室と大多数のハワイ人は、政治力を失い、白人農場主らを中心とする共和派が、 王国の実権を手にした。ハーヨー国は、台米従属を余儀なくされた。ハーヨー国の滅亡はこれに始まる。1893年1月16日、アメリカ合衆国と関連の深い佐藤キビを扱う、業者らがさらに親米的な政権を打ち立てるため、政権の転覆を計画した。アメリカ海軍の軍艦ボストンは、首謀者、 サンフォード・ドールとロリンウエイ・サーストンを保護する名目でホノルルに到着し、リリュウオからには遊兵状態となった。1月17日、ドールはハワイ臨時政府を打ち立て、王政の廃止を宣言した。翌1894年7月4日、ドールはハワイ共和国の成立を宣言し、同国の最初で最後の大統領となった。1895年1月に、 王党派による最後の大規模な武力放棄が起きたが、鎮圧され、1月16日にはリリウオからにも、指定から大量の武器が発見されたという理由で、逮捕され、廃因された。ドールは、ハワイをアメリカ合衆国に併合する条約を作り、この条約が成立した時、ハワイ準州の初代知事に任命された。1898年8月12日、時のアメリカ大統領、 ウィリアム・マッキンリーは、ハワイのアメリカ合衆国領への編入を宣言し、同日イオラに宮殿に掲げられていた、ハワイ王国国旗が下ろされて、正常旗が挙げられた。この時、古来のハワイ住民らは、悲しみの声を上げたという。これによりハワイは、アメリカ合衆国の遵州として編入され、王国の約100年間の歴史は、完全に幕を閉じた。ハワイは、 順州となった後も表向きにはアメリカ合衆国の領土として扱われることはなかったが、名実ともにアメリカ合衆国領へと変貌していった。これは順州知事が設置されていながらアメリカ合衆国自治領という形が取られたためであった。1959年8月21日には完全なアメリカ合衆国領としてハワイ州が成立し、今では アメリカ合衆国50番目の州として認知されている。1993年11月、アメリカ合衆国議会は、ハワイ併合に至る過程が違法だったと認め、公式に謝罪する両院合同決議をした。ハワイ憲法制定会議2008は、ウェブサイトを開設している。ハワイ王国は1840年の憲法制定により、政治的には立憲君主制を取った。 この憲法により、反陽国は国王を元首とし、直選議員からなる上院と直接選挙による民選議員からなる下院とによって構成する二院正義会を置き、大臣を集めた会議を開いて行政を行い、国王の任命する長官を長とする司法府を置いた。地方行政は国王の任命する知事が管轄した。 ハワイ王国と日本との間には1867年に日布親善協定を締結して外交関係が樹立された後1868年には日本から民間の第一号移民団153名がハワイに渡った。これは明治元年に相当するためハワイ移民のパイオニアである彼らは元年者と呼ばれている。ハワイ王国はこの後も日本人移民を積極的に 受け入れとた,ため、21世紀の現在でもハワイには日系人が多い。また、当時の東京にはハワイ王国公使が駐在しており、群馬県のイカホ温泉にはその別邸も現存している。1881年、世界一周旅行の最初の訪問国として来日した国王カラカウアは明治天皇に一見した際、ハワイ王国の安泰のため日本とハワイの連邦化を提案した。 その時のカラカウアからの提案は次の通りである。日本政府はアメリカとの対立を避けるため、これらの提案を両有、ムツヒトのお筆の入った新書を持って提唱に断った。しかし、移民の促進に関しては問題がないと考え、1885年には日付移民条約が締結され、完成移民団が組織されるようになった。 完成の移民は1885年から1894年まで続き、総計29,339人がハワイに渡った。1893年のクーデターの際、明治政府は在留法人保護を名目として、巡洋艦、何はハンソー、半層コルベット、コンゴーをホノルル港へ派遣し、米艦ボストンの真横に闘病して、新政権を建成した。これは、 王国政府側からの要請であったという説もあり、それを裏付けるかのように東郷は新政権を完全に無視し、離竜をからに女王の側近とのみ接触している。離竜をからに女王の統治時代、コアニ王の日、カピオラニの妹キノイキの根先であるカワナナコアケに、カラカアケに次ぐ、王位継承権が付与された。女王の命であるカイウラニ王女の死去により、 カラカウア王家は1899年に断絶した。王国時代に定められた、王位継承順位にのっとり、木の行きの長子、カハレポーリが王太子を継いだ。しかし、カハレポーリは1908年に死去したため、後継はカハレポーリの長男カラカウア二世が、女王報魚の1917年に継承した。新国王カラカウア二世は、洋君のため、 おじの女ょなをカラニあナオれが、摂政権課長代行となった。1953年に他界した、カラカウア二世には、子がなく、姉のカピオラニが課長を継いだ。カピオラニの後は四つぎ、ケリーアオヌイが、課長となった。ケリーアオヌイの着難が、元頭手のクヒオである。なお、イジロだったヨラニ宮殿は、カピオラニ王女の命、ケカウリ家を中心に、 ボランティア団体ヨラニ宮殿ともの会が管理、維持を行っている。旧ハワイ王室は、今日もハワイ州民の損数を受けている。2020年現在、課長は、カピオラニ王女の着村で、元ハワイ州会議員,議員のクエンティンクヒオカワナナコア、である。ありがとうございます。